どうも、アブトスです。はい、今日はですね、こんなものを紹介してみたいと思います。ででん、期間限定、カルビーポテトチップス。濃い一品。早速漢字を間違え。これがアベタツクオリティですからね。テリマヨチキン味。ん？って感じがしますけれども、くどそうだよね。今僕ご飯食べた後なんですよ、実は。ちょっとね、テリマヨチキンのこの絵を見るとちょっとね、ムムムって感じはしますけれども、ちょっと今日は食べたいと思います。はい。その前にね、ここになんか書いてあるんですけど、読みますね。テリマヨとチキンの、濃厚な味わい、さつま若シャモを使用。わからない。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃそれ。わからん。まあいいや、食べよう。開けたいと思います。ちょっと力がつい入ってしまいましたね。中身はね、なんかね、ブラックペッパーみたいな感じ。でも見た目多分そんな変わんない、普通のポテチと。匂い。あ、でもなんかチキンっぽい匂いはしますね。ただテリマヨかって言われたら、テリポ、ん？じゃ、あ、テリマヨの匂いする。マヨネーズの匂いがする。すげえ。早速食べよう。こんな感じ、見えるから、こんな感じ。はい、いただきます。すげえな、すげえな。テリマヨチキンだ、ほんとに。すげえな。あのね、今の人類は進歩してるね。うん。だってさ、こんな薄っぺらーいじゃがいもにだよ、テリマヨチキンの味をつけちゃうんだから。これでもテリマヨチキンだもん。もう近いし、俺あれなんじゃないの？本物のテリマヨチキンじゃなくてもテリマヨチキンですっていう料理が出るかもしんないよ。いつか。いつかだって。いつか。うまい。でもね、結構ね、後からそのマヨネーズの酸味というか、その酸っぱい感じ、このマヨネーズ感っていうのが後から来ますね。でもなんかそのマヨネーズがなんかからしマヨネーズみたいな味がするんですよ。でね、その今口の中に残ってるこのポテチがなくなった瞬間の味は、あのチキンなんですよ。これ伝わるかな。はい、というわけでこちらのカルビポテトチップス濃い一品をね、紹介しましたが、10点満点中ポイントは、9点にします。うん、これはね、すごいと思った。結構食欲をそそる味ですね。うん、夏バテしないかも、これを食べたら、もしかしたらね。かもしんない。ぜひね、見つけた方は期間限定なんで買ってみてください。というわけで、カルビーのポテトチップス期間限定濃い一品のテリマヨチキン味でした。バイバイ。僕前にこれ買って失敗してるんですよ。このベリンガーのオーディオインターフェース、これ買って失敗してるんですよ。